を見て抜けてきちゃった。康介くんの様子が気になっちゃって。とうとう決めたのね。どうやって告白するの？いいわね。やっぱりデートは男の子がリードしなきゃ。それで、誠ちゃん、どこに連れて行ってあげるの？思い残すことのないようにね。最後にとっておきの格言を。挑戦する勇気を持つ者だけが恋の勝者になれる。健闘を祈るわ。本日の格言。挑戦する勇気を持つ者だけが恋の勝者になれる。私は今わらび庵で働いてるんだよ。それも友達のために。私だって時にはケーキが食べたくなる時もあるよ。でも甘いものを食べる時はわらび庵でって決めてるの。喜ばないよ。そこまでする必要はないって反対に怒られちゃう。そう、ほんとバカだよね。
は褒め上手なコウスケね。敵が悪い分心配するシチュエーションが何かと多かったし、最近少しは出来が良くなってきたかもしれないけどね。あれ、今度は吟遊詩人になった。いつも好きな人の体温を
感じていたいんだよ。何それ。だから決めた。私をコウスケの彼女にしてください。これから二人で夢を見つけていこうね。信じられないならもう一回抱きつこうか。じゃあリクエストにお答えして。本日の格言。女の子はいつも好きな人の体温を感じていたい。